今朝からつかないんですよね。そうです。で、昨日の夜はついてたって言って、あ、こんにちは。見てたみたいで。で、これがブースター増幅器の、あの電源の機械なんですけど、はい、今ここに電気がついてないので、はい、これの電源を抜いちゃっているのかな、どういうふうかな、刺さってますよね。はい。おかしいな。ここで見てるから見てない。じゃあ壊れちゃったのかな。ちょっと電圧測ってみる。はい、表示が203で出てて、ここの電圧がかかってるので。うん、この機械が壊れちゃってるっていうことなんで、はい、珍しいですね。そうですね、まだ2年か3年ぐらいですもんね、確かね、はい、うん、差し直してもこれの電気がつかないから、雷でも、うん、そのタイムラグがあって、その時にバーンって壊れれば分かりやすいんですけど、はい、うん、後であの壊れるっていうのあるみたいです。あ、ちょっとこの機械だけ変えて、パイロットがついてテレビが映ればもうこれっていうのが、ちょっと今車から持ってきて、はい、そうなんですよ、ちょっと新しいのをつけてみます。ほんで今ついてテレビがついたっていうことなので、まあこのブースターの電源部がダメだと。で、可能性としては、まあ雷が可能性としては高いですけど、まあつけて2020年とかそれぐらいだったので、前回が、はい、だから、うん、まあ機械の寿命的には7、8年設計寿命は見てあるので、うん、まあ何らか雷が影響してることはただ断定はできないですけど、そうですね、うん、可能性としては高いです。まあ、はい、で、うん、間違いなくこのブースター電源部の間違いないですね。あ、そうです、そうです、はい、ですね。お孫さんが来て触ったら、こっちがつかない。うん。ああ、お盆来た時にね。うん、だからまだこの日曜日に帰ってたばかだから、みんな外して元に戻してったんだけど、何を触ってるかも私は分からない。だけど昨日はね、ちゃんと映ってる。まあ、そうそうそう、うん、やっぱこれだけではやっぱ電気つかないから、パイロットランプは故障ですね。うん。